まずね、抜け出そうと思わないことですよね。自信あるの？いや、自信ないですって。でもやりたいっていうふうにすれば、余分な綱引きをする必要がないから、一番大切なことにエネルギーが使えると思うんです。高飛車にね、出てくる人とか自己中心的な人ってのは、まず自信がないんですよ。自分と同じような考え方でいてもらわないと落ち着かないってことですよね。でも主導権がこちらにあるから、相手に無理やり踊らされてるっていう感覚は減ると思うんですよね。皆さん、こんにちは。本田健の人生相談、ディア健ナビゲーターの小林まどかです。それでは早速、人生相談の続きからご覧ください。続いては人生相談のコーナーです。このコーナーでは、リスナーの方からいただいた質問に、健さんに立体話法でお答えしていただきます。まずはラジオネーム、ピーターさんです。健さん、こんにちは。こんにちは。私の悩みは、自分にはこれができないとか、勇気が足りない、才能がないなど、自分に対する不足感を感じていることです。もっと自分に自信を持ちたいと思っていますが、自分よりすごい人なんていっぱいいると感じてしまい、不足感ばかり感じてしまいます。まずは自分の心を満たすこと、認めることが大事というふうに健さんは話されていますが、自分への不足感を感じる状況から抜け出すアドバイスをいただきたいです。はい、ありがとうございます。はい、まずね、抜け出そうと思わないことですよね。あ、そうですか。抜け出そうと思うと抜け出せなくなるんですよ。ええ、なぜかというと、勇気が足りない、才能が足りない、お金が足りない、情熱が足りないというのは、抜け出すことができないものなんですよね。うん、っていうのは、これ僕も今でも、感じることなんですよ。はい、で、勇気が足りない、才能が足りないっていうのは20年前も感じてたし、20年後800万部売っても同じように感じてるんですよね。それは同じ感じのところでですか？だから場所は違うんですよ。あ、場所は違うけど、プロになるなれないっていう才能がないってことじゃなくて、今度はまたすごい人と比べ始めるわけでしょ。そうなると、その人に比べて才能がないとかっていうふうになるわけだから、ただ感情は一緒なんですよね。ああ、そうですよね。うん、だからそれから抜け出そうと思わないっていうのが、僕は一番最初に大事なことだと思います。抜け出そうと思わないというのは、ある意味抜け出さなきゃっていうところにすごく意識は向いちゃいますけれど、もう抜け出そうと思わないっていう時点で少し意識は遠のいてるんですかね。あとはね、その自信を持ちたいっていうことなんですけど、僕は自信もないんですよ。だから自信があって、そういう無価値観がなかったらできるっていうふうに思ってらっしゃると思うんですね。はい。でも自信がなくても、あるいは勇気が足りなくても、才能がない、不足感を感じていてもできるってことが分かれば、不足感だとか自信があるかないかに全然意識がいかなくて済むんですよ。だから自分が不足感とかそういうのがあるかないかばっかり考えてたら、ずっとそこばかり考えますよね。そうですよね。うん、でもそんなことはどうでもよくて、自分が何が出せるのかにフォーカスしなくちゃいけないんです、本当は。本当はね。うん、だからもう、不十分だ、自信もない、才能もない、でもやるっていうふうに決めて、とことんそこにだけフォーカスしなければ、これって自信がないなとかね、いいんだろうかばっかり考えてた、そこにエネルギーを取られちゃってるんで、だから最終的にはやっぱりうまくいかなくなっちゃうと思うんですよ。うん、と言いますと、じゃあその勇気が足りない、自信がない、才能がないっていうのに、でもついつい人間は強く引っ張られがちですけれども、もう それはそれで OK って一回しちゃうってことですか？そうそうそう、だから引っ張られるから、引っ張られた瞬間にこっちも引っ張り返そうとするんですよ。なんとか自信を持とうとして、はい、でも不足だな、あ、本当だわって、才能がない、いや、その通りですって、自信あるの、いや、自信ないですって、でもやりたいっていうふうにすれば、そう、余分な綱引きをする必要がないから、だから一番大切なことにエネルギーが使えると思うんです。でね、目の前で自分ができることにだけやっとけばいいやと思ったら、これが十分か不十分かとか、才能があるかどうかとか、勇気がいるかどうかってことを全く忘れて、目の前のことにフォーカスできているので、逆にクオリティは上がってるんじゃないかと思います。これはかなり多くの人がそうかって感じたでしょうね、きっと。ということで、じゃあいいんだよっていうところですね。まずはそういうふうに引っ張られちゃうのを、まず無理して出ようとしなくていいっていうところですね。そうそうそう、もうそういうふうに起きるもんなんですよ。
だから、ああ自信ないなって普通に、あ今日雨の日だなみたいな感じでいいんじゃないですかね。そういうことですね。はい、ピーターさんからの質問でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。続いてラジオネームマツコさんです。ケンさんこんにちは。こんにちは。私はプライベートでも会社でも自分の考えを押し付けてきたり、自分中心で物事を考えて他人の気持ちが考えられない自己中心的な人が苦手です。悪気はないんだと思いますが、そういう人たちと何かをしなければいけないとき、自分の意見を押し殺して相手に合わせていますが、毎回心身ともにヘトヘトになり、なんでここまでしなくちゃいけないんだろうという気持ちになります。自己中心的な人にはどう対応したらいいでしょうか。そういう人たちから自分を守る方法があれば聞いてみたいですということです。はい、先ほどの質問ともすごいつながるんですけど、こう高飛車に、ね、出てくる人とか自己中心的な人ってのはまず自信がないんですよ。なので、自分と同じような考え方でいてもらわないと落ち着かないってことですよね。うん、だから、その自分と同じようになってほしいっていうふうに思うってことなんですよ。うん、まあ、親子関係がその最たるもんですよね。あ、例えばだから、巨人応援してほしいってあったとしたら、巨人応援してくれたら安心するっていうのがあったとしますよね。はい、で子供にも巨人応援させようとするとしたら、そんなん別に子供にね好きな球団を応援させてあげなさいよって思いませんか。そうですね、うん、でそうやって考えるともっと冷静に聞けると思うんですけど、だ自分の考えをぐいぐい押し付けてきたりとか正当化する人っていうのは、それをちゃんと相手が受け取ってくれない、自分と同じようになってくれないと、僕困っちゃうんだけどって、私困っちゃうんだけどと思ってるって人なんですよ、うん、だからスーパー自信がない人なんだってことがまず理解できるかどうかですよね。じゃあスーパー自信がない人なのに、でもそのスーパー自信がない本人が一番本当は自分が自信ないんだ、スーパーないんだっていうのを分かってないっていうところがまたちょっと面倒くさいんですよね。そう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 、ただ皆さんさえ分かれば別に相手が理解してるかどうか関係ないんですよ。だって自信がなくて現状が見れない人なわけだから、だからそれが分かってくると上手にダンスすることもできると思うんですよね。あ、うん、だから譲ってあげられるところに関しては、そうですねそうですねって譲ってあげたらいいし、どうしても譲れないことに関しては、ここは私はこう思いますっていうのを言えばいいと思うんです。そっか、じゃあこのマツコさんみたいに毎回心身ともにヘトヘトになっちゃいますっていうふうに言ってるんですけれども、これはスーパー自信がないんだっていう目線で相手と向き合ったらば、何かしらは変わってきますかね。これは例えばそういうふうに見たとしたら、相手に合わせる必要がないんだってことはまず分かりますよね。はい、でそしてまあそんなにダンスしてほしいっていうんだったらダンスしてあげようかっていう、こっちが大人になれるかどうかってことだと思うんですよ。あ、そうするともう主導権がこちらにあるから、はい、相手に無理やり踊らされてるっていう感覚は減ると思うんですよね。だからめちゃくちゃ疲れたりってことはなくなるんではないでしょうか。そうか、そういう人たちはね、スーパー自信がないんだって思うと、かなりこちらからも見え方って変わりますもんね。そうですね。あとはね、やっぱり本当にその自分と同じ意見でいてくれないとすごい寂しい、心に空洞があるからそういう風になってほしいんですよね。うん、だ例えば自分がビールって言ってる時に相手がウーロン茶って言ったら、お前飲めよみたいな人って昭和にはいっぱいいたんですけど、それはなんか一緒にビール飲んでもらわないとなんか寂しいじゃないかみたいな、っていうことなんですよね。あ、でもかなりその視点で見るとなんか違って感じられますね、本当に。まあ、それは最初のステップじゃないでしょうか。はい、ありがとうございました。以上、人生相談のコーナーでした。続いてはハッピーライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せに、より豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。まずはリスナーの方です。ラジオネームまこっちゃん。私のおすすめは田中孝之さんの13歳からの地政学、海賊と地球儀行という本です。地政学が分かれば歴史問題の本質やニュース、国の駆け引きが見えてくるという教育向けの本ではあるものの、読み物としてとても面白かったです。国の貧富の差、裏側、領海問題、温暖化など、ニュースで見る内容の本質を読み解くための知識が詰まっていました。
国際情勢に興味がある人は大人でもぜひ読んでいただきたい一冊ですということでお送りいただきました。そしてケンさんが選ばれた本何でしょうか。はい、選ばれる女がやっていること、デビー・スカルノさんが書かれた本です。デヴィ夫人ですよね。そうそう、表紙がめっちゃ綺麗ですよね。めちゃくちゃ綺麗です、本当に、まあ、今でもだって年齢を考えたらありえない美しさだと思うんですけれども、そしてあの体力ね、うん、すごいですけれども、ケンさんは、デヴィ夫人とはお会いされたことはあるんですか。はい、一回あの一緒にイベントさせていただいたり、よくねパーティーでご一緒するんですよね。僕珍しくあるパーティーからある次のパーティーにいたんですけど、最初ちょっとご挨拶したらまた次デビーさんがいらっしゃって、また本田さんここに来たのねとかって、なんかあのストーカーじゃないですよとかって言ってたんですけど、たまたまなんか知り合いに招かれたのが似てて、あのなのでね気さくに声をかけていただいて、あの本当に、ね、気配りができて素晴らしい方ですよ。そうですか。なんか、はい、初めてお会いしたらなんか緊張しそうな感じがしますけれども、あ最初はね、でもその後はね、越野純子さんなんかもそうですけど、すごく優しくて柔らかいですね。はい、ぜひデヴィ夫人のこちらの本も皆さんチェックしてみてください。このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。dearken@ieoffice.com までお送りください。以上、ハッピーライブラリーのコーナーでした。それではケンさん、今日の名言をお願いします。自分の弱さを克服した強さは、他の人たちを救うための強さでもある。ジェームズ・アレン。本田健の人生相談、ディア健、いかがでしたでしょうか。さて、あの健さんね、今年も、オンラインのメンプロ2023も開催されますし、はい、それから、まあ、海外でもどんどんこう講演会、そういうセミナーなどもやっていこうと思うっていうような感じなんですが、はい、あのケンさんね、例えばその、まあ、周りでもセミナー講師の知り合いの方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、うん、こうセミナー講師ってこう見ると、例えばその人はこのテーマだよねっていうものが一つこう明確にあると思うんですよね。例えば、はい、お金だったり、あのなんかそういうビジネス系とかってあると思うんですけれど、うんうんうん、ケンさんは例えばもちろんお金もビジネスもなんですけれど、じゃ人間関係もだし、うんうん、例えばじゃあ自分の才能とかワクワクの生き方とかライフワークとか、もう目に見えないけどそういう例えばスピリチュアルなこととかっていう、もう本当幅広いテーマを扱っていらっしゃいますけれども、あのセミナーのテーマっていうのはその中から絞るっていうのも結構大変な作業なんじゃないかなって思うんですが、どういうふうに決められたりしてるんですか。あのね、あの裏を明かせばっていうか、全然大変じゃないんですよ。直感的に、あ次は人間関係で行こうとか、そんな2秒で決まってるから、だから、あの全然そんななんか戦略あるわけでもないですし。そうなんですか。なんかいろんなこう緻密に計算してのことがあるのかなって思ってたんですが、そういうことではない。全然ないです。だから例えばお昼何食べに行こう、お蕎麦かなとかって、そんな感じですよね。そうなんですか。うん、あじゃあ例えばケンさん特に今っていうこのよく聞かれる質問がこれのテーマが多いな、じゃあ人間関係かなっていう感じでもないわけですか。うん、そうですね。やっぱり直感的に僕はやっぱり乗ってこないとそれができないわけだから、だからスピリチュアル、去年はね例えば後半スピリチュアルの話をしましたけど、スピリチュアルやってみたいなと思ってスピリチュアルの話をしたりだとか、そんな感じですね。そうですか。前あの確かジョン・グレイ博士もお迎えした時にケンさん、あの自分が本当に一番質問したいことができるあの特権特等席だからっていうふうに番組でもおっしゃってましたけれど、はいはいはい、ゲストをお呼びするお迎えするっていうことにあたっても、うん、やはりケンさんが乗ってなかったらそのテーマって扱いづらいと思うので、そういう意味では自分が、うん、あ今やっぱりこれだなっていうものがもうすぐにパッと降りてくるっていう感じなんですね。じゃあそうですね、そういう意味ではなんか自分がこういうふうなことやりたいっていうふうにその時直感の持ってるものを選んでますね。でもあれですか、例えば海外で言うと、うん、やっぱりケン・ホンダはハッピーマネーがまず一番に来てるので、うんうん、そういう意味ではお金に関してっていう感じで見られてるんですかね、世界で言うと。そうですね、だからそれはあの崩さないようにして、あの本とかはね特にねやるつもりですけどね。
でもなかなかセミナー講師ってされている方でもそこまでこう多岐にわたって話す人っていうのは割と珍しいですよね。そうですね、あの僕は変わってるタイプだと思います。ねえ、まただからあの、ね、海外でのそういう講演会のエピソードなども交えて伺いたいなと思うんですけれども、はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、さて本田健オンラインサロンでは毎月980円でサロンメンバーのみが視聴できる健さんのオンラインセミナーや、また特別ゲストとの対談などさまざまなコンテンツを配信しています。毎月100円で600回以上のディア健のバックナンバーが聞き放題のディア健プレミアムがポッドキャストで好評配信中です。ボイシーでは毎朝無料配信中の本田健の1分間コーチング、また本田健の最新情報に関しては公式ホームページや LINE アットよりご確認ください。ということで健さん、今週もどうもありがとうございました。ありがとうございました。不思議。